自分の人生が全てなんですよ。最悪市場だの他人だのはもうどうでもいいと思ってもらいたいんですよね。こんにちは。30代の会社員をしています。私はベンチャー企業に勤めていて、毎日残業が多くかなりハードな生活をしています。この年で転職するのも大変だし、特にこれといってもやりたいこともないし、生活のことを考えると今の会社で頑張って働くしかないのかなと正直諦めてもいます。どうしたらいいでしょうか。まあ、そうですね、質問に対しての回答なんですけれども、まあ、今の仕事にね、もし残業がたくさんでやりがい感じてなかったら、もうなるべく早く辞めるべきかなってまずは1個思いますよね。っていうのも、自分はおそらくこの質問してくださった方より会社員の時代、残業をはるかにしてたと思うんですよ。で、月に 4,500 時間働いてたっていうと多分想像つかないと思うんですけど、まあ、実際それぐらい働いてて、家にほとんど帰らないし、帰ってもとんぼ帰りみたいな感じだったんですよね。でも楽しかったし、あのまま起業しなかったら多分ずっとあの会社にあれでもいたと思いますね。っていうのもなんかその仕事にやりがい感じてたので、でちゃんと日本一になれてる自負もあったし、これだから自慢の意味で捉えないでくださいね。なんかこの質問くださった方がね、せっかくなんで、どういうふうに人生変えるかの方がよっぽど重要だと思うんですけれど、やりがい感じるかどうかじゃないかなって一言言えると思ってて、で今の仕事ね、せっかく残業するぐらいってことは仕事がたくさんあるってことじゃないですか。だからそれでそのどんどん新しい仕事をそれぐらいハードに打ち込んで、で新しいことを覚えてったら、なんかこっから先他の人がたどり着かない領域のキャリアに行けるんじゃないかなっていう可能性もあると思うんですよ。でもね、それを考えたとしても、じゃあ残業納得いかない、これ以上この仕事やる意味ないってもし感じてんだったら、本当に、まあ、なるべく早く今すぐ辞めるべきっていう感じの回答になると思います。でもちょっと今メンタル的にただ落ちてるだけで、本当は今のキャリアを積み上げたら、まあ、新しく自分で起業できるかもしれない、もっといい会社に行けるかもしれないっていう算段があるなら、残るべきっていう感じかなと思いますかね。で、あと年齢に関して話されてたと思うんですけど、うちのデザインスクール未経験からデザインを覚えて、だからデザイナーのキャリアがまるでないし、専門も行ってないし、美大に行ってるわけでもないにもかかわらず、デザイナーで転職できてるんですよ。これ一例ですからね。だからこんなのも過去に数百人とこういう事例作ってきてるので、何歳から不可能ってないんですよ。で、クリエイティブへの転職って一番難しいと言われてる業界で、まあ、医師とかそういうのを除きますよ。資格ないと転職できないやつね。それ以外で言うとクリエイティブって一番難しいって言われてたんですけど、まあ、うちそれをね、数百人って本当に可能にしてるんで、まあ、転職したい人100発100中ぐらいなんですよ。で、何歳になっても遅いってないですよね。で、この間なんかは動画クリエイタースクールやってるんですけど、うちで。で、そこで卒業した50代の人に、動画関係の新しいお仕事、求人がね、自分のところに回ってきたんで、それを紹介してあげるっていう流れもありましたね。だから向こうは50代でも大丈夫って言ったら、50代でも全然スキルがあれば大丈夫ですっていう回答だったんですよ。年齢関係なくないですかって話なんですよ。で、今度1個言うのスキル関係なくないですかなんですよ。だってうちのスキル45日で教えて、それを覚えたら転職できるってなってるから、今皆さんが持ってるね、これ質問してくれた方とか見てくれてるみんなが持ってるスキル1ミリも関係ないんですよ。で、これからね、身につけたらなんだって未来開けるよっていうことが一個言えるんじゃないかなって思いますかね。実際じゃあ転職するってなった時に、こう とはいえその20代の方とこう比較をした時に、やっぱりその年齢がやっぱり30代っていうこともあるので、なんかどういうところを意識してこう転職したらいいのかなとか、ちょっとこう心配というか知りたいなっていうふうに思いました。まあ、この辺はね、いろんなテクニカルなことあるんですけど、まあでもそんなにひっくり返して俺ほんと一つ言えることだなと思うのは、これ見てくれてる人の人生が全てなわけですよ。自分の人生が全てなんですよ。俺にとって俺の人生が全てなので、最悪市場だの他人だのはもう正直どうでもいいと思ってもらいたいんですよね。で、この質問で考えてほしいのは、あなたが今一番若いわけですよ。一番若い時いつって言ったら今ってなるんですよ。で、振り返ろうにも振り返れないんですよ。あなたの年齢戻すことできますかって、戻せませんってなったら、じゃああなたが一番若いタイミングっていつなのって聞いたら、ね、今ってなるじゃないですか。
で悩めば悩むほどどん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 あなたの年齢は増えていくんですよ、うん、で悩んだ日数も増えていくんですよ、うん、なんか悩めば悩むほど動きにくくなっちゃうから、思い立ったが吉日って言葉があるんですけど、もうなるはや、じゃあ市場価値はどうなの、そんなの知ったこっちゃないんで、うん、で行ってダメだったらなぜダメだったのかをフィードバックをもらえばいいんですよ、うん、あの差し支えなければ、あの面接の後日ね、理由をって言ったら理由はなんか教えないみたいなテンプレート来るじゃないですか、うん、だからね面接の段階であの受かってるか受かってないかなんて聞けるんですよ。これ大丈夫そうですかって言ったら、もう正直に教えてくださいってちゃんと言えれば、正直にうちでは難しいと思いますって言ってくれるんで、面接官ありがたいことにね。じゃあ、あの工学のために、工学って後ろに学ぶって書くんでね、これからの自分のためにって意味ですよ、工学のためにぜひ教えていただきたいんですけれども、あの今回私が難しいとされた理由と、もし私があの御社もしくは御社に近い他のところで、転職させていただけるとしたら必要なものは何でしょうかって聞けばいいんですよ。誰も聞いたことないですよね、自分が落ちた理由。だからいつまでも落ちるんですよ、落ちた理由がわからないか から落ちた理由さっさと聞いて、でさっさと改善する、もうそれがね最短ですので、そうしてほしいなと、まあ、思いますかね。ありがとうございます。ぜひこの動画を見て、あの一歩踏み出してみてください。では本日もありがとうございました。